はい、えー、どうもすみません、はいえー、今ですねあのツイッターの方にですねコメントがついたのでちょっとそれをね、えー、記録したいと思います、はい。それで「まあデマ陰謀論」って書いてあるんですけどわ、えー、かんないじゃないですかね「デマ陰謀論」それで。まあもうあの 何な,な,んなんですかこの前のこの前の動画ねこの前の動画を書いておきますので説明のところをコメントのところに両方書いておきますので、えー、絶対消しませんので私ね <laughs>、えー、あそう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 ツイッターの、まあ、x スね、えー、あのあのイーロン・マスクさんっていらっしゃるじゃないですかうん。 あのあの方が陰謀論は全部本当の話ですよってこうね言ってそれで、あのー、もうそれもうツイッター見てる人はね、うん、あのもうみんな知ってるわけですよね。うん、でまあ陰謀論でも何でもいいんですけど私が、うんうん、知りたいのは、ね、みんなが知りたい本当のことを知りたいからですね。<laughs> えー、ちょっと記事をそのコメント読むとですね「えー、生存発見から夕刊締め切りまでの時間が短く情報が錯綜錯綜する中で、えー、誤報になったものです」って書いてあるんですよ。うん、ねえー、それからですね「あのこの青さん青さん」青さんっていう。 青さんっていうね前からずっと前からコメントついた時から言ってるね、うん、あそれも書いときますねそれもねあの両方に書いときますねあのその動画をね動画をかコメントコメントのところだけ取り出して書くことできないので、えー、それを書いときますねあの、はい、でそれはその「あおさん」っていう人はあのまだ決してないので決してないので。 その人に聞いて欲しいてしんですね。これをずっっと私言ってんですよ。それで自分のページにも書いてあるし、うん、あでもコメント閉じてたからね閉じてたから今開いてますんで、うん、あのー、はいそっか、うん、そうそうそうだから今今ねコメント開いてますので、まあ、コメント開きますので。 コメ,コメント全然私つかないからねコメントつかないからあのもう自分でどんどんあこれは自分で何,何でもこのね、うん、YouTube のこのスペースは私のものっていうかですね私が自由に何書いてもいいわけですからね、うん、あの書きたいと思いますでこの記事の UR 今のコメントの記事の URL これは書けるのでこれ両方書いときますのでねはい。 えーまあ、文章はコピーペーストしないで記事って書いて URL だけ書いときますね。はいはい、でそれで見れると思うんですよ。うんえー、それでですねでそう書いてあるんですけど、うん、その誤報だっていうことがですね、うん、あのまあそうなのかもしれないしそれは分かんないですよね。 うん、で,これでこの白白っていう人が、うん、日本経済新聞、うん、あちょっとね検索してみたんですが、うん、そしたら Yahoo のなんだ知恵袋、うん、それにちょっと載ってますね。うん、でそうかもしれないしそうでないかもしれないし分かんないわけですよもう何十年前の話だからね。うんうん、なんでそんなはっきりねはっきりそんなはっきり言えるんだって。 ってことじゃないですか、うん、本当に、ね、その,、うん、あそのだからあの誤報でしたっていう記事をねが出てればそれは、うんあのうん、納得しますよね。うん、日本経済新聞が日本経済新聞がですね、うん、この前のこの記事は誤りでしたっていうのを見せていただければ見せていただければですね。うんえー <laughs> あのあなうん、誰しもが納得するわけですよ、うん、誰しもがでこれをあの出したのは、うん、誰,誰だろうな、うん、だからまあこの7人っていうのはねもう何何何もうだって私ずっと長いことやってますよ。うん、それでそれの 7, 7人っていうのをですね出した元のツイッターそれツイッターで見たんで、うん、あのー。 うん、そ,のそれを出した人ね、うん、それを出した人が、うんから訂正されてるかですねちょっとね、えー、ちょっと開いて今開かなかった開かなかったけど開かなかったけどだからもう誰しもがね、うん、これがた本当のことなんですよっていうあのやっぱり証拠っていうかですね。うんうん そういういあのこれはスピリチュアルとかそういう話じゃないからねそういう話じゃないですからねうんあの新聞社がうん4人のところを7人ってねうん天下の天下のですよ天下のもう日本のトップのね日本経済新聞っていうねうんもうねそれこそね もう働いてる方はもう全員超優秀な方しかいないですよね。うん、それがあの、うん、そんないい加減なことするのかっていうね、うん、そういうのがあるじゃないですかね。エリート中のエリートでね頭のいいもうトップの集団なわけですよね日本経済新聞ってね。えーえー、日本ねうん あねまあ、いろんな新聞社あると思いますけれども、うん、まあまあねだから、まあ、新,聞新,聞新聞社っていうね働いてる方はねもうみんな頭がいいわけですよね文章をかけてですね、うん、そういうねそれはまあね間違いもあるでしょうけどね間違いもあ,るもあるでしょうけど4人と7人をね間違えたってね、うん、だからそれ見せていただければね うん、あの私もあの消しますけどね、うん、消,し消,す消すっていうかね、うん、その証拠の記事ね、うんうん、だからそれ日本経済新聞に聞けばいい,い,いんでしょうけどね、うんうん、あのそれをねどうしても訂正したいんだらね、うん、あのそう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 ,そう思ってね今録音しましたね。うん 多分ないような気もするんですけどね多分ないような気もするんですけどそういうことで、えー、中にはね、あのー、超詳しい方がねいらっしゃると思うので、うん、ここにありますよっていうのを、ね、出していただければ、あのーうん、私も納得しますので。はいうん ねだまあ、誰ししも納得しますよね、うん、ただ「デマ陰謀論」っていうただ「デマ陰謀論」って書かれてもそれじゃあ逆にね、うんうん、あの駄、ー、目じゃないですか、うん、ちゃんとこうなんですよってね、うん、別にね、うん、別にうんそうあと「5人」っていう説もあるんですよあの方が、ね、な,なちょっと名前忘れちゃったんですけど「5人」って言ってた人もいるんですよ、うん、5人だったとね。うん チャンネルズーさんはもう飛行機に乗ってないとね飛行機に乗ってないとねあと他にもあの圧力隔壁のこととか、まあ、それはいろんな人は言ってて私もあのそれを見,見たんだけどよく分かんないしね、うん、オレンジエアーとね、うんうんうん、だからねあとはねもう別に私が言ってるわけじゃないしね、えー、ダイワ・ピュア・ラブさんもねあの 青山東高なんていないですよっね、うん、もうちゃんとずーっと前から出てるわけでね、うん、そういうね、いろいろね、あのー、ちゃんとね、あのー、うん、あのーあのーま、間違いは絶対認めますからね、うん、間違いだったらね、うん、うん、あのそんなうん。 あかたくなにねかたくなにね間違ったことを主張する人なんていないわけですよ、うん、いないと思いますよねいないですよそんなことにね、うん、ただこういう話があるからっていうねそれでやってるんで、うんうん、だから本当にデマならねデマで訂正しますので、うん、だけどね たまたま今日書いて今日書いたわけですよ。うん。だから私もずっと前からやってるからね。青山登校なんてもう長いことやってますよね。うん。だから4年4年ですよ。うん。四年か、うん？この記事の日付をねあ、日付もタイトルに入れてありますよ。うん。入れてありますよ。うん。で何にも来ないですよね。うん。何にもメッセージも何にも来ないですよね。うん。私ツイッターとフェイスブックね、ちゃんとね。 えやってんのにね、うん、それ載せてんのにね誰からもね、うん、青山塔子なんてもすごいアクセスですよノベ、うん、アクセスすごいと思いますよ、うん、YouTube もね、えー、何本も喋ってねそれでいっぱい消えてね、うん、で今はねちゃんと残ってますけどね、うん、はい。えー、そう,いうことで <coughs> えー、このぐらい録音すれば、えー、ちゃんと伝わったからね、うん、だからで、まあ、陰謀論ならいいんですよいいんですよ私はもう訂正しますのでね、うん、ただただそのそれはそうなんですよっていうねだからちゃんとその日本経済新聞のね、うん、それを出してもらわないと、うん、誰も納得しないじゃないですか、うん、だからまあこの動画をねそこに書こうとは思わないですけども うん、一応、うん、録音してあれば、うんあのーうん、もっとねもっといっぱい書く人が、うん、出てこないとおかしいわけですよ。ね、出てこないいとおかしいわけですよだって私こんだけ長いことやってんだから、ねえー、そうじゃないですか。うんね、それはうそですよってねもっとブワーってコメントがつけば。うん、あのー あそうなのかっていうねだからそのみんな証拠を見てそうやってコメントをできるわけで分、うん、かりますよね私の言ってることね、うん、なんかおかしいですかおかしくないと思うんですけど、うんはい、<laughs> まあイーロン・マスクさん,イー,クさん、ねねうん、イーロン・マスクさんはともかくねイーロン・マスクさんはともかくね えー、いろんなことが起きてるじゃないですかね別に日航機だけじゃなくてねうん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 昨日はね昨日は京王線のやつね京王線のページを作りましたよ、うん、えっ、ー、とあきらボーイさんですよラプト理論ですよねあといつも言ってるボクちゃんさんボクちゃんさんね、えー、ボクちゃんさんとあと誰だうんうんと3つか3つか。 うん、まあまあ、まあ、南へ足足足ルさんも言ってると、まあ、3億円事件でね、えー、それは言ってなかったかなうん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 大河ピュアラブさんはね微妙なんですよね京王線のことはね京王線のことは微妙なんですよ、うんうんえー、だからね、えー、まあ暴く人がね結構ねいっぱいうんあの昭坊イさんのねあのなんか対談のやつがあるんですよ対談の。 であれで京,ん京都アニメーション京都アニメーションこれれもタイトル入れておきますね京都アニメーションのねあの,あの女性の方とね対談してるアキラボーイさんの全部見てないからね、うん、あの分かんないんですけどそれはねあなんか女性の方と映ってんなって言って見たんですよで京都アニメーションのあれが、うん、あの乗ってる載ってるはずですのもちょっと探してみますね。うん えー、そういういのね、うん、ア,キラボアキラボーイさんもねいっぱいやってくださってるからねうんはいでアキラボーイさんは別にねあ,のあっち側とかこっち側とかね、うん、まああのあれは、うん、あ,あれは面白いですよあのなんだっけあコロア,、ね、アンティーナのねコロアンティーナのんだっけな6だっけな,だっけな、うん、あのめちゃくちゃ面白いやつあるんですよ、まあ、全部面白いんですけどね えー、そういう感じでですね、うんあのー、みんなねちゃんとね本当のことがねわ、うん、かれば、うん、だからその陰謀論とかねそういう言葉がね、あのー、いらないじゃないですかいらないじゃないですか、うんうん、これが本当なんですよってねちゃんとねわ、うん、かればいいわけですよ。うん、ね、うん。地球は丸いのか平たいのかね。<laughs> 地球は丸いのか平たいのかね。南明日、晴さんは丸いって言ってるんですよ。うん。ああ、そやっぱりそうなのかなとね。うん。でも水は水平なんですよ。水は水平になるんですよ。水はどこまでも水平なんですよ。曲がらないんですよ。絶対曲がらないでしょ。あれ、水はねうん。 そしたら水は湾曲してるってことになるのかどうなのかねどうなってるのかねうんそこまではねまだ出てこないですけどねまあ宇宙の話はねいっぱい「超時元ライブ」出てますけどねえだから何もわかんないんですよわうんうんからないんですようんの世界がどうしてどうなってまねこの前回「ムー」とかね「アトランティス」ねうんやっぱりそっからねうん本当になんだろう、うん えーうん、私はやっぱり南アシュタールさんの情報がねやっぱり今んところですよ今んところ、うん、それを、うん、別に、うん、それを盲信してるとかじゃないですからね盲信しんてるとかないですよ、うん、ちゃんとね納得させてくださるものがあればですね、うん、あのいいじゃないですかいいじゃないですかね、うん、日光機もね。うん 512、うん、だっけ521か521か512いろいろ出てるじゃないですか、うん、あのねっいけにえ儀式ってね、うん、日光期でいけにえ儀式ってブログで書いてる人いるじゃないですかね、うん乗客の数だけね、うん、4人なのか、うん、7人なのかわかんないですけどね、うん えー、そういうことでね、うん、本当のことがねもう何十年も経ってね、うん、まだ分かんないまあこれからも分かんないと思いますよ、うん、分かんないと思いますよ、うん、本当は7人かもしれないしね分かんないですよ、うん、で根拠のない数字は根拠のない数字は新聞社の人ですからね、うん、新聞社の人ですから書けないと思うんですよ書けないと思うんですよ 週刊誌は書くかもしれない不倫とかね不倫とか不倫とか不倫とかね不倫とか不倫とかね不倫は書くかもしんないけどね週刊誌はねうんうんでもねそれだってねそれだってやっぱりねある程度ある程度不倫の証拠がないと書けないと思うんですよ書けないですよね 何にもないところからね、私なんか本当に正直者だからもう嘘とかつけないからね、うんつけないですよ。嘘つくとね、罪悪感っていうのがやっぱり出てきちゃうんですよね。うん。だからこうやってね今一生懸命喋ってますけども、うんねあの嘘ついてるかどうかね私がね、うんあの録音してるわけですよ。全てを晒してね。ええ そういういことでね、えー、あの詳しい方はねあのコメントに書いていただければねこの、えー、日本経済新聞がね訂正、うん、の訂正記事訂正記事がねあそうそうそう日本経済新聞の訂正記事が出てれば、うん、それはもう,もう全ての人が、ね、納得しますからね、はい、ぐらいでよろしいでしょうかね、はい、あの京都アニメーションもねタイトルに入れときますね。 ちょっとその動画探してみます。はいはいどうもすいません。はい、うん K 応線もあ K 応線も書いときますね。K 応線ね。はい失礼します。はい。